上を向いて歩く。基本同じの。はい。あ、そうです。押さえつけるように。あ、そうです。はい。はい。それで低い音が。ちょうどこの第二関節より上くらいが当たってるようなイメージ。あ、そうです、そうです。はい。で、あとは真ん中をこう、パーンで叩くと、破裂音といいますか、が出るので、これと、やるとリズムが。あ、そうです。これなんか、はい、タンバリンっていうかちっちゃい太鼓やんね。そうですね、タンバリンのこうただ革だけのやつといいますか、はい、歴史的にはこっちの方が古いんですよ。で、かっこいい。おお、いい音だね。そうなんです。国によってさまざまな。その一番でかいのは何なの？これはイランのダフっていう楽器なんですけど、こうリングがおうおう、イラン、はい、イランです、ね、これ結構うるさいです。それはちょっとカラオケボックス。あ、そうですね、はい、これはまあごく普通ので、これはモンキータンバリンっていう、これはよくこれ。あ、そうですね、はい。あ、さすがです。カラオケで盛り上がったときに、はい、一応これでもまあできなくもないっていう、できるかな。めっちゃできるっていう。カラオケ行ったら重宝がられへんね。うるさいって言われます。そうですね、さっきの低い音と高い音を先にとか入ったらこう被って邪魔になったりしない？なんかそういう時はですね、役割を変えたりしますね。例えば、うん、その普段パーカッションが自分一人だったら、例えばドラムっぽいこうってやったりもするんですけど、ドラムが逆にそのいる場合はなんかこう、他のパーカッションみたいな、あ、はい、ちょっとパーカッション、あ、逆に全部の土台を任せて遊んだりしますね。あ、はい、
世界的に見ればその例えばこれでオーケストラをバックに一人でタンバリン叩いてる人もいるようないろんな名プレイヤー、スタープレイヤーがいる中でやっぱ日本でタンバリンって言うだけですごくこうバカにされたりとかあのギャグを言ってるんじゃないかとかそのなんなら向こうがちょっとあれだね、なんか俺ミュージシャンで何やってるのタンバリンまたそうそうそう昨日あんなんできる人なかなか俺初めて見た ありがとうございますタンバリンであんな風にやる人かなりそのいろんなことができる楽器なのでその楽器のポテンシャルで言えば決してドラムセットに劣ってるものではないと思ってるんですけど、ねはい、皆さんに向けてちょっとこの俺のバカ野郎をぶちまけて用意はい日本のタンバリンイメージのバカ野郎かっこいいめっちゃいいよ、いい感じじゃん。ああ、よかったです。チャンネル登録よろしく。